ドレミファソラシドうまく歌えたら、もう勢いでもうバンと元気にいっていただきたいと思います。はい、一番星光る、うるさいな俺やねん今やってるの京都国際映画祭2020、映画もアートもその他も全部アーセホーセン堪能せスペシャル。司会は映画祭の架け橋ブラザーズミキです。よろしくお願いします。よーいスタート出た。この番組は10月15日から4日間オンラインで開催される京都国際映画祭の魅力を余すことなくお伝えする映画祭盛り上げ配信番組でございます、はい、3日目の今日はですね、はいはいはい、7回目になる京都国際映画祭で初の試みで誕生しましたテーマ曲、うん、これをテーマに行っていきたい。なるほど。なんと今までテーマ曲なかったんですよ。で今年になって初めて、なぜか知らないですけどオンラインで初めてテーマ曲、はい、すごいですね。そうなんですよ。違ったんや、あのテーマ曲じゃなかった。あ、なんか思い当たるやつがあった。え、あの曲やん。どれ。恋また恋また恋しくて、それ巨人師匠のニューシングル男の子守唄やん。恋また恋、あれは全然、あれテーマ曲ちゃう。あれはもう吉本興業のテーマ曲です。あーそうか、はい、全体のテーマ、全体のね、ファミリーだから。巨人師匠小馬鹿にしとるやろ、怒られんね。どうも小松菜奈です、今回の違うんですよ、ユリアンレトリーバーです。今回のテーマは京都国際映画祭のテーマソング。曲のタイトルは京都踊ろう明日と歌おう。を彩るテーマソング京都踊ろう明日と歌おうが満を持して完成。プロデューサー立川直樹さんの呼びかけにより超豪華メンバーが集結。京都フィルムフェスティバルバンドが結成されました。すごいかっこええな。なんかやっぱ映画とアートってなるんだったら、そこに音楽っていう括りが一個つくとキャッチーなものになるんじゃないかな。作詞と作曲を手掛けるのはグレイの拓郎さんと音楽プロデューサー佐橋義行さんの協力タッグ。今年の予算全部出したな。国際移植豊かであろうから、あんまり難しい言葉を使うのもなんだし、かといってあの薄ぼんやりした平和な歌にもなってもちょっとなっていう、そのさじ加減は相当佐橋さんに相談して、できた時からスタンダード感があるというか、そこがやっぱこの曲の魅力だと思うので、まあ、ぜひ皆さんで楽しんでいただけたらと思います。すごい、はい、ボーカルには温かみのある天性の歌声を持つミュージカル俳優海宝直人さん、そしてシンガーソングライターの中村あたるさん、はい、全体を通して明るくて子供たちもきっとこのメロディーを口ずさめる、なんかそういう曲に仕上がってるんじゃないかなと、きっと皆さんも楽しく口ずさんでいただけるんじゃないかなと思いますね、はい、デュエットだっていうところも、まあ、ポイントだなと思ってる曲で、友達と歌うとか家族と歌ってみるとか誰かと一緒に歌ってみるとより楽しい楽曲なので、みんなで一緒に歌ってみてください。聞いた聞いた。さらに京都市立梅小路小学校6年生の生徒たちもコーラスで参加。京都から発信される国際映画祭にふさわしい老若男女が口ずさめる楽曲に仕上がりました。それでは京都踊ろう明日と歌おうをスタジオでお聴きください。 はい、ありがとうございます。
ごいメンバー、まさかのグレーの拓郎さん、はい、すごい、なるほど、さすがプロが作った歌。だってこれベース浜ちゃんの子供やろ。浜ちゃんの子供って言うな。浜田さんの息子さんや。これ祇園花月の客入れの時にもう流れてる、流れてるね。俺も聞いたことあるわ。そうで、祇園花月はこれ一曲のみリピートだから、もうずっと耳に入んのよこれ。そうか。そう、さあ、ということで素晴らしい歌ができたわけですけども、うん、なんか僕らにこうなんかちょっとやってほしいみたいなことがあるか、なんかやってほしい。何ですか、兄弟のミキだからこそのチャレンジ。はい、何ですか。めくっていいですか。めくりましょう。こちら、ドン、ハモリをマスターしよう。はあ、なるほど。ハモリ、僕らが歌うという、そういうこと。これはテーマソング、今日と踊ろう明日と歌おうのハモリに2人が挑戦。落ち着いていきや。ということで講師の先生をお呼びしていきます。あらら、カーテンの方をおください。あ、はい、マジで嘘。どうも、カイホーさんや。どうもです。今日と踊ろう明日と歌を歌わせていただきます、カイホーの音です。うわよろしくお願いします。今日はミキのお二人がハモリを本気で挑戦するということを聞きまして、僕も本気で教えさせていただきたいと思います。なんかそこに点々のなったらもう刑務所で明快ですよ。こんなもん、はい、本当に何とも言えないこの距離感が、何とも言えない、まあね、何とも言えない距離感が、はい、いやでも嬉しいですよ、はい、まあなるほど、カイホーさんが教えてくださると、はい、そうです。すいません、僕らも正直今聞いたからちょっとね、そう、ドキドキしてるんですけど。そう大丈夫ですかね。僕ら兄弟のお二人なので、はい、あの声がやっぱり近いですよ。そうなんですよ。よくね、似てるって言われるんですよ。そうですよね、はい、でやっぱハーモニーを作る時にはこの声質を合わせるっていうのがすごい大事なんですよ。そうなんですね。だからもうそもそもそこはもうクリアされてるんで、お二人は、はい、あ、じゃあもう一段階目はちょっとクリアしてるんや。クリアしてるんですよ。あ、なるほど、ありがとうございます。お二人は歌はもう、はい、もう結構 ね僕ら二人とかでも、はい、あのカラオケとか行ったりとかして歌ったりして、はい、そうなんですね。そうなんです、結構得意歌は。そうですね、はい、朝陽くんはね、ディズニーでも CD 出してますからね。出してます、僕 CD 出してますから。自他ともに認める歌うまで芸人です。ディズニーとおっしゃってましたけども、ありがとうございます。僕も実を言うとディズニーを。え、そうなんです。何？僕はヤングシンバとシンバをやっていました。カイホーさんは、そうなんです、四季でも、そう、四季さんの方でヤングシンバさんをやられておりました。そうなんです。だから挟まれてるわけですよ今。うわ、やりにくだ。これがただのイボイノシシになるか、プンバになるかはあなた次第。ブンバになりたい。ブンバなりたいでしょ。なりたいなりたい。ただのイボイノシシで終わってほしくないわけ。シンバとティモンなの今。すごい。これすごいわ。すごいんです。すごいコラボやこれは、はい、ということでミキさんは録音ブースへ。カイホーさんの指導のもとハモリを学んでいきます。私にも優しく教えてほしいです。まずちょっとご紹介させてください、はい、今日ピアノで練習のサポートをしてくださる藤倉あずさ先生です。よろしくお願いします。あずさ先生、まずはこのデュエットソングのどちらが主旋律を歌うか、パート2目から。この主旋律メロディーを歌う僕のパートをですね、うん、はい、挑戦していただきたいなと思います、はいはい、それでですね、どちらがこのメロディーに合ってるかどうかというのを、ね、聞かせていただきます。あ、なるほど、まあ、そういうテストもあるんですね、はい、そうなんです。はい、それでは亜生さんからお願いいたします、はい、レミファソラシドうまく歌うやったらいつもみんなは笑顔。ハートの外は優しい風、ワクワクとってあつないだら君の気持ちがわかる。心一つ積み上げたら一番星光る。あの、ちょっと、あ、すいません、すいません。はい、どうしました。あの、いいですか、ちょっと止めてもらいましょう。はい、はい、あの、さっき聞いて初めて歌ったんですけど、それにしてはすごい、それにしてはすごい、すごいですね。ですよね。最初だってボケから始まって、はい、だんだんもう、え、続くんやって、続くんやって、その自信なくなっていったから、ね、はい、あの正直ワンフレーズぐらいで終わるんかなと思ったら、まさかずっと歌いや、よう歌えたな、はい、それでは続いて
はい、後世さんに歌っていただきたいと思います。俺の、でも俺亜生の聞いたからなんとか、はい。ドレミファソラシドうまく歌えたらいつもみんなは笑顔、窓の外は優しい風、夕暮れの時心ひとつワクワクでとってねねねねねねねストップストップストップ、すいません、いやいや、そら無理よ、いやいやいや、そのもう歌うとこも間違ってるからそこはだけは合わせてくれ、頼むから、すいません、まだあるから、間違えちゃった、はい、ちょっと次行っちゃいましたけど、はい、でも序盤でなんとなく分かりますよ、はいはい、先生でもそれ、ありがとうございます、いやもう、はい、決まりました、あら決まった、はい、ということでお二人の歌を聴かせていただいて、はい、まずはですね、主旋律、はい、メロディを歌っていただくのは亜生さんで、おっしゃー、はい、ありがとうございます、え、これってよっしゃなの、いや、もうあの後世さんはそもそも音が全然入ってないんで、あの今から新しいメロディーを覚えていただいた方がいいかなとなるほど、そうですよね、そうです、そうですよね、無駄な情報が今ない状態で、そうかそうか、そうです、亜生さんはすでにこうこのメロディーが入ってんや、ちょっと入ってらっしゃる、なんで、なんで入ってん、俺なんでメロディー入ってんやさっき聞いた、めちゃめちゃ気温ヶ月おるから、気温ヶ月の楽屋でね、ずっと下向いてたら入ってきたんですよ、これが側、昴生さんが歌うパートの音源を聞いてみると、お願いします、こうこういけそうですか、あの無理で、大丈夫ですよね、ああの無理ですこれは無理ですか、こんなもんで、こんなできるわけない大丈夫、こんなできるわけないですよ、そんな大丈夫、無理なんだやって、こんな、いや先生ができるって言ってんやから、できます、ほんまですか、信じる気持ちが大事です、これは、そうですね、そうなんです、もう一個もメロディーついていけなかったんですけど早速レッスンスタート、まずはハモる側昴生さんのパートを練習していきます、それでは最初のところですね、いきましょうか、ドレミファソラシドうまく歌えたらいつもみんなは笑顔、ちょ、ここまでいきましょう、ドレミドレミファソラシドうまく歌えたらいつもみんなは笑顔、おーすごいですね、すごい素晴らしい、あれいけますよ、ちょっと次行きましょうか、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、心ひとつ見上げたら一番星光る、ちょっとここ高くなりますね、難しそう、はい、心ひとつ、そうです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 、で次がちょっと飛んで見上げたら一番星光る、うるさいなお前俺やねん今やってんのごめん、一緒やって歌うわからんようになんねん、あごめん、ここ主旋律のここ心、はい、でここちょっと教えてください、やめて今ちょっと主旋律ぐちゃぐちゃなるわからないんですよ、やめて今聞かんとこぐちゃぐちゃなるから、それじゃあここだけじゃあ主旋律弾いていただきましょうか、はいはい、心です、ワン、ツー、スリー、フォー、心ひとつ見上げたら、このメロディー入れたか、うるさいな、あかん、このメロディー入れたか、あ素晴らしい、あもう完璧だ、ちょっと横うるさいなちょっと今の分かる、心ひとつドッキリ、ドッキリ、せっかくここやったんでここだけちょっと2人で一緒にやってみましょうか、はいはい、いよいよ2人でハーモニーを奏でます、デュエットはお互いのパートに釣られないことが基本、しっかり歌ってや、ワン、ツー、スリー、フォー、心
一つ見上げたら一番星光る。ちょっとね、亜生さんが怪しい。何してんねん、ね、お兄ちゃんの練習分かってるから僕も分からん。お兄ちゃんが正しい。心一つ見上げ見上げたら一番星光る。そうですね、これでいいですね。あ、いいです、いいです。ちょっともう一回やらせてもらっていいですか。もう一回行きましょう。2人でやったら難しいあんのよ。2人でやったら難しくなる。ワンツースリーフォー。心ひとつ見上げたら一番星光る。あ、でもね、後半はね、大体大丈夫です、はい、ちょっとやっぱ前半のね、心ひとつがちょっとやっぱ怪しくなっちゃうんで。どっちが怪しいんですか。お兄ちゃん。お兄ちゃんです。イエーイ。お兄ちゃんね、お兄ちゃんさっきね、ちょっと低くなっちゃったんですよ。そうですよね、それは自分でも分かってました。でもね、多分大丈夫です。だから一回最初に戻りましょう。いや、戻りましょう、はい、あ、最初なんて忘れちゃってる。いきますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ドレミファソラシドうまく歌えたらいつもみんなは笑顔。窓のあ、ちょっと止めましょう、ちょっと止めましょう。ちょっともう今のはね、本当に崩壊です。主旋律が全く分からへん。ちょっと勢いが大事です。はい、はい、行きましょう、はい、自信を持って、はい、いただきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ドレミファソラシドうまく歌えたらいつもみんなは笑顔。窓の外は優しい風、夕暮れの時。はい、ストップです。あの今ね、2人同じ音を歌ってた。そうですよね、今途中で僕合唱にもう2人で歌いたくなっちゃった。スタッフさん、この案件は難しすぎる。もうちょっと練習ここでやろうなんていうのは、しかも初めて聞く曲でこの案件はね。そんな2人とも文句ばっかりやな。まあそれでも練習には真剣に取り組んでいるようやけど。笑顔これ熱い。まあ私が代わりに歌ってあげたいわ。ドレミファソラシド調子乗っちゃって。で、いよいよ本番、ピシッと決めちゃってな。それではですね、はい、ここから、いよいよ本番の収録に入っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、この撮ったものがこの番組のエンディングでがっつりと流れますので、ぜひぜひしっかり歌っていただきたい。ありがとうございます。しかもこれはね、一発の一発です。了解です。もう一回はないです。ありがとうございます、はいはい、しゃあドキドキしてきたな、はあ、ついに完成や。完成、うん、本番一発撮り。ミキさん、うまくハモれるんか。それではいきましょう、はい、今日と踊ろう、明日と歌おう、お願いします。ドレミファソラシドうまく歌えたらいつもみんなは笑顔。窓の外は優しい風、夕暮れの時。ドキドキワクワクでとて君の気持ちがわかる。心ひとつ見上げたら一番星光る。はい、素晴らしい。やった。いや、もう本当にどうでした。もう、いや、もう本当にいい感じです。ほんまですか。はい、惜しいところもあったんですけど、でももうこれはもう大丈夫です。です、ね、いや、素晴らしいです。途中ちょっと同じ途中あれ、俺二人で歌ってるなんて。ちょっとごめんなさい、ちょっと笑ってしまって。そこで先生、点数的に言えば何点でした。点数的には65点です。いや、でも頑張りました。
ありがとうございます先生、はい、ありがとうございます。いやでも本当に本当にこんなに、はい、歌えるようになるのはすごいです。やった、もう単純に嬉しい、先生のおかげです。いや素晴らしいです。ありがとうございます。これはさあというわけで、はい、いよいよ明日から京都国際、これ絶対京都国際映画祭のどっかで流してくださいマジで流してほしいな。このエンディングだけじゃなくて な頑張ったんやから、そうどっかで流してほしいね、はい、京都国際映画祭2020が明日開催し、はい、開幕しますので皆さん大いに楽しんでいただきたいと思います。それでは最後に僕らがハモったテーマソング、はい、これを聴きいただきながらお別れでございます、はい、それでは皆さんどうぞお聴きください。ドキドキワクワクでとてつないだ君の気持ちがわかる、心ひとつ見上げたら一番星光る。ドレミファソラシド、映画もアートもたまらない。今年はオンライン開催、京都国際映画祭